です。はい、毎度ということで、皆さんトイレの話題で盛り上がってますけど、はい、テレビの生放送やってるとですね、うん、どうしても行きたくなった時には、どうしてるんですか？その CM に入った瞬間に行くしか手がないんですけれども、うん、で、だいたい1分半ぐらいしかないじゃないですか、うん、で、行ってパッと戻ってくる、うん、で、私割と早いんで、私は大丈夫なんですけれども、うん、女の人はだいたいダメなんですよ、うん、で、ところが今まで唯一私よりもトイレが早かったのが室井佑月なんです、ね、うん、そうなんだ、そんなに早いの？早い、私より早いんですよ。何なの？で、何なのって聞いたら、みんなね、根性がないのよ。あのね、出すときね、下っ腹にね、力をうんって入れるとね、早く終わるのでね。ちゃんと拭いてるのかな？いや、知らないです。ちなみに、手を洗ってるかどうかは定かではないですね。洗ってないかもしれないですね。いやいや、でも早いんです。彼女すごいです。はい。まあ、どうでもいい話ですけれども。言っとくけどね、年取ると大変なのよ、いろいろ。さて、毎日新聞の世論調査で内閣支持率が 26% まで落ちて、うん、ね、まあ、閉会中審査でも、うん、まあ、一気に支持率挽回というには程遠い状況が続いています、はい、が、今日はちょっと別の視点からお話をしたいんですけれども、うん、世論調査で与党を支持しないと言いながら、内閣を支持しないと言いながら、うん、でも圧倒的多数は、うん、やっぱり自民党の中から、うん、次の総理が出てほしいっていうことになっていてですね、うんうん、野党の支持が全く上がっていないっていう状況にあります、うんうん、で、そんな中、まあ、東京都議選でも大惨敗を喫した民進党がですね、うん、もう執行部を刷新するしかないということで、うんうん、今新しい役員人事入ってるわけですけれども、うん、まあ、その目玉として、野田佳彦幹事長を、うんうん、まあ、お引き取り願うっていうことになったようなんですが、うん、はい、野田さんか、いやいや、お引き取り願う幹事長から外れる方向で、いや、分かってますよ、いや、分かってますけど、うんうん、そもそもそんなになんかこう存在感があったか言われるとね、いやそうでもない。民主党の内部ではその解散総選挙にもたらして多くのその議員を落選させた犯人だっていう、まあ、先般だっていう言い方がありましたのでね。そこまでそのなんか前面に出てらしたイメージがないんですけどね。で、この一部報道によるとですね、蓮舫代表は、岡田、前代表に就任を要請したそうなんですけども、拒否されたと、で、前原誠二さんも、元代表ですけれども、誇示しているということでですね、うん、早くも迷走が始まったっていうことで、うん、このまんま行くと、でも確か蓮舫さん前に岡田さんに多分つまらない男みたいなこと言わなかった？あ、言ってました。言ってました。ね、まあ、つまらない男っていう意味では、うん、野田さんでも同じだと思うんですが。まあ、それはそれとしてですね、このまんまでは民進党が瓦解してしまうっていうふうに心配されているんですが、うん、私は今こそ民進党再生の最大のチャンスがやってきたんだと、思っているんです。本当ですか？で、どうしたらいいかっていうとですね、どうしたらいいんですか？それは2つに分けると、民進党を右派と左派にスパーンと分ける。一応私は仮称で、うん、民右党と民左党って呼んでるんですけど、うん、右と左に分けるっていうのをすると本当にこれ良くなると思うんですよ。で、党をもう分けちゃうってことですか？分党する、まあ、別の党にするってことですか？はい。で、これなんでね、そのなんで政権与党っていうか政権を握ってた民主党が、うん、国民の支持を失ったかっていうと、うん、わけわかんなかったからなんですね、うん、その政権を取ってる時に、うん、例えばですね、その元々マニフェストには全く入っていなかった消費税率の引き上げっていうのを決断したのは今の幹事長の野田佳彦さんが総理大臣の時に消費税上げるぞ、行革が先だと
いうふうに言っていたのが、うんうん、コロッと手のひらを、それで小沢さんたちが辞めてったんですね。そうですそうです、はい、その他にもですね、基本政策であった例えば普天間飛行場の、少なくとも県外、まあ、できれば国外に移転させるっていうのも、うんうんまあ、辺野古を認めちゃうっていうことだったし、うん、高速道路は無料化するぞって言ってたのに、うんうん、無料にはなりませんでしたし、うん、そして、実はあの福島第一原発の事故の後、民主党はですね、早々に脱原発っていうのに舵を切ったわけです、うん、にもかかわらず、野田さんが首相の時に原発再稼働を進めるっていう決断をする、うんうん、だからこれもうわっわけわかんないわけですよ、国民の。で、そんなわけのわかんない政党に政権を委ねるわけにはいかないっていうのが、多分多くの国民の素直な感想なんだと思うんです。でも、なんでこんな混乱が生じたかっていうと、たった一つなんですよ。もう、基本理念が全く異なる人たちが民主、あの今の民進党の中にはごちゃっといて、うんうん、なるほど。だからそれをすっきり分けて2つに分けてやれば、うん、政策はすっきりするんです。で、例えば民進党左派、私の言う民左党はどういう基本政策を掲げるかっていうと、消費税率は凍結あるいは引き下げ、うんうん、引き上げはしない、うん、それから原発については脱原発、うん、ね、憲法については護憲、うん、はい、そして対米関係は日米対等に話し合うと、うん、全面従属はしない、はい、これが左側の人たち、はい、で右側の人たちっていうのはその反対です、消費税率は引き上げていくと。で、原発は重要電源として位置づけて、今後も、新設増設を考えていく、そして憲法9条改定、日米同盟強化、うん、で、こういうふうに分けるとすごくすっきりするんですよ。いや、でも不思議なのが、その右派の人たちってなんで民進党にいるんですか？そこがさすが倉玉さん、いいところに気づきますね。ここはですね、ここは出て行き場がなかったんですよ、今は民進党の中にいれば政党交付金もあるし組織もあるから、自分たちの選挙、次の選挙もまあなんとかなるだろう。で、ここへ飛び出しちゃうと、次の選挙でもう議員でいられなくなっちゃうかもしれない、うん、で特にですね、この右派の人たちっていうのは自民党との政策の差がほとんどないんですよ、うん、っていうことは、うん、普通に出たら組織がしっかりしている自民党にどう考えたって負けるわけ、同じこと言ってるわけですからね、だから出る場所がなかった。で、だから今までは分裂ができなかったんですけれども、ここに実は神風が吹いたわけですよ、うん、それが東京都議会選挙だったんです、うん、で、私は小池知事の言ってる政策っていうのは、うん、実は基本政策で自民党とあんまり変わらないんです、うん、あの例えば、小池さんが出した、東京都の予算案、うん、自民党は全部賛成してるんです、うん、賛成してるんですよ。で、それから東京都議会議員選挙の直前まで、うん、小池さんは少なくとも自民党に離党届を出してなかったわけです、うん、で、その小池さんが自民党に圧勝したわけですね、うん、つまり自民党と同じ政策、似たような政策でも、うん、改革を訴えれば、うん、選挙民はついてくるっていうのが実証されたわけです、うんうん、はい、しかもこれはまだ噂の段階ですけれども、うん、小池さんは、国民ファーストの会を作るだろうと公開に言われています、うんうんうん、だからそこの核になるべく飛び出せばいいわけです、うん、で、さらにですね、その民進党から一歩先に走った人がいて、うん、それが長嶋昭久さんっていう、はい、彼は飛び出して、うん、こんな共産党と、選挙協力するような民進党とはやれないって、うん、
あ、全然憲法に対する考えも違うじゃねえかって言って飛び出して、うん、民進党の右派だった人ですね。そうですそうです、はい、で彼も実は国民ファーストの会ができたら中心メンバーになるんじゃないか、うん、と言われているんですよ、うん、ということはここでその右派がこぞってドーンと出てって、うん、で出やすいようにあの、政党交付金がもらえるように分党してあげますよって言えばみんなドーッと出ていくんです、うん、なるほど。でそこに、野田さんも蓮舫さんもみんな行っちゃうっていうふうにするとですね、どれだけこの左派リベラルが残るかっていうのはあの微妙なんですけれども、でもすっきりすると思う。野田さんも蓮舫さんも右派なんですか？右派です。まあ、お二方とも保守政治家だというふうには名乗ってらっしゃいますよね。あ、そうですか、はい、そう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 、保守なんですよ。うん、そうだから保守とこう革新っていうかリベラルが一緒にいることがぐちゃぐちゃになってる原因なんで、これスッと分けるとものすごく分かりやすい、構造になってね。このねリベラル今人気がないんで、うん、それがどれだけ力を発揮するかわかんないんですけど、うん、こっちはこっちで、社民党とか共産党と手を組んで、リベラル統一戦線を戦う、うんうん、であと保守は自民党とそれからこの国民ファーストの会と、うん、まあ、公明党がどっちにつくかっていうので動くっていうふうにすると、うんうん、私はとてもとてもわかりやすい、うん、それわかりやすい。でもですね、はい、まあ、一つの疑問とね、はい、それから一つのそれはできるのかっていう二つあるんだけど、あの原発に賛成って森さんこれどういう意味？原発に賛成っていうのは、まあ、これどういう意味なの？世界の流れも、はい、ね、はい、こう、それからこれが、まあ、福井市の問題もそうだけど、はい、もう6年半だって中のデブリの状態がやっと分かってどうすんべって言ってるわけでしょ、はい、これさ進めていくっていう方向性はなぜ持つの？あの日本の原子力産業っていうのは、うん、アメリカのこう核産業、うん、原子力産業の一翼を担っているんですよ、はいはいはい、だから日本が原子力やめちゃって、うんうん、やめたっていうと、うん、アメリカの核戦略が全部崩壊してしまうんです、うん、そうなんですか？っていうかアメリカの核戦略の一翼を担ってるがためにやめられないってことになるわけじゃないですか。そういうことなの？そういうことでしょ？そういうことです。だから大変にやめたくない人たちはやめたくないの？だからそれそこなんだよね問題は。だからしかもこれをなんかこう今度は中東の方にねこう輸出するわけだよ。そうそう、でその責任も全部日本が取るって今言ってるわけで、そうそう、ここに問題が一つ、はい、ね、それをなぜ賛成する人たちはちゃんと理論立てて説明してほしいなって俺は思うのね。いやいや、そうですそうです、うん、私も知らなかったです。それともう一つはあれだよね、やっぱし今のお話は分かるけど、じゃあ誰がリーダーになっていくのかと、その時に森田さんはじゃあ右側はこの人、左側はこの人って言える兼ね備えた人物はそこにいるんですか？いやだ、左側がなかなかねこれっていう人がいないだから、はい、だ問題は、ね、森永さんついに正解に立ちますか、うんうん、いやそれがねないと、例えばそれはなんかフランスのマクロンだってね、で政党も何もなかったわけじゃない、うんうん、でもやっぱりあの人はやっぱりなんかこう ある程度のよその政党を巻き込んで一大勢力になっちゃうわけじゃない、リーダー一人で全然変わりますからね。それができる人がいるのかっていうのがやっぱりないとダメなんじゃないの？うん、しょうがない、もう室井ゆずきを出しましょう。トイレ早いけど、はい、最後ちょっとイマイチでしたけど、はい、ありがとうございます。